どうもこんにちは。すでに地球どころか、太陽系すべてが吹き飛ぶほどの気力を貯めたことがあるものです。さあ今回また検索してはいけないシリーズやっていこうかい。さあ今回はなんだ？ヒッコリーホーンドデビル。なんかヒッコリーってあれだな。ヒッコリハンみたいな。滑ったなこれ。成虫画像動画。何？虫か？苦手なんだよまた虫はよ。さあ検索していこう。何が出てくるのだ。ほい。画像だよね。おー、なんか、何これ、エキゾチックな虫が出てきたぞ、なんか。うわ、フォルムがすげえな、この虫。何これ。すげえ、こんな幼虫見たことねえな。うわ、かっこいいね、これ。すげえ。なんか角みたいなのがいっぱい生えてんぞ。なんか怪獣映画に出てきそうなやつだな、こいつ。どんな、何の幼虫だこれ。ちょっと調べてみるか。さあ、先ほどの幼虫の、詳細がこちらのサイトに書かれていたぞ。角を持つ悪魔ヒッコリホーンドデビルを知っている。こいつは北米最大サイズの幼虫であり、リーガルモスというガの幼虫だ。ほう。検索してはいけないワードとして見るのもキモいと言われる生物なのだけれど、見た目と裏腹に毒は持っていないんだ。ほう。ここなんかギフが出てんな。なにこれ。下行ってみよう。ほう。いろいろ画像があるな。すげえな、こいつ。意外とでけえな、ほんで。うわ、気持ち悪い。こんなのが上から落ちてきたらもう発狂するだろうな。あ、成虫もあるんだな。こんな風に変身するんだ。なるほどね。ということで検索すると、このようなものが出てきました。それでまた別の動画でお会いしよう。